第4レース1着となりました6号艇清水亜美選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。感じで行きましたか？展示17だったんで、はい、同じぐらいで行ったんですけど、ちょっと全然届いてなかったですね。ただ1マークはもうここっていうところしっかりと見えてましたか？そうですね、だいたいここが開くかなと思って行きました。後半レースも頑張ります。よろしくお願いします。競艇フリーダムでは現在、競艇で稼いでる方法を公開中。競艇が好きな人も、競艇を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど。その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい。そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は、動画の概要欄をチェックしてね。